あ、なんかちょっと変身チェックしてるんで、すいません。あ、ちょっと測らせていただきます。はい、はい、あ、63です。どうぞ、はい、63? どうぞ入りください。72ですね。72? どうぞ入りください。75でございます。60でございます。73でございます。73って、あ、61でございます。お疲れ様です。どうぞ。ちょっと今チェックしてるんで、はい、チェックしておりますので、ちょっと、おー、あ、いや、ちょっと測らせてもらっていいですか。さすがに乗れるでしょ。 36.5 でございます。あ、これが写真撮影そんなわけなかろう。あ、はいはいはい。アホは即帰宅、偏差値至上主義旅行、イエーイ。どうも、鈴田です。どうも、鈴田です。ひろまるです。スンです。スンです。おいでごめんなさい。あ、アホ来た。ごめんなさい。あ、でも、アホちゃんあるから。いや、でも、それで言うと、アホな、ひろまるさん、なんで真ん中から行くっていう。正味混乱した。ひろまるです。スンです。おいでごめんなさい。ノイリンです。モティです。はい、というわけで、今回は、はい、浜岡高校の修学旅行でございます。おー、ちょっと早いですね。車ですか。車で修学旅行ですか。我々がもう自ら生徒が運転して修学旅行行くって結構そうだな、確かに。免許持ってます。免許あるよあるよ。ギリある。皆さん何浪ですか。俺六浪ぐらい。六浪ぐらいは。六浪ですか。六竜じゃないですか。六竜やった。スン先生、はいっす。じゃあルールの方、説明お願いします。はい、ということでね、今回君たちにはね、まあ、楽しい旅行をね、楽しんで、ちょっと言って楽しい旅行を楽しんで。先生、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 偏差値低くない。今回君たちにはね、まあ、楽しい旅行をね、行ってもらうわけだが、まあ、当然ね、まあ、アホなやつはね、まあ、旅行する権利はないわけですよ、今回。なるほど。この学校なんなん、ほんま。まあ、いないと思うんですけどね、はい、万が一いたらね、そいつは弾かなくちゃいけないということでね、まあ、今回ね、1時間に1回、クイズを出します。なるほど。はい、まあ、そのクイズというのは基本的にその時刻に、まあ、まつわるクイズであるんですけども、まあ、そのクイズにね、一問でもね、間違えてしまったら、その時点でね、この車から降りてもらいます。うわ、なるほど。それプラス、あの、場所、目的地に関するクイズというのもね、追加であるんで、まあ、計多分30問ぐらいね、今回やってもらいます。例えば1問目でさ、8人とも降りるやんか。はい、責任取ってくれんの、そんな。いやいや、そう、いや、そんな、正直、もう、アホやいないでしょ。マジで今回むっちゃ忖度してるんで、問題。なるほど。簡単っすよ。遠慮してくれてる。遠慮してますよ。そうなって、スン先生的にはこれあれですか、最後8人ともいるでしょってことですか。まあまあまあ、最後8人ともいるですよね、この学園ならみたいなこと言ってます今。これでも花尾伝言どっちも序盤でいなくなったらさ、広まるノエリンチャンネルみたいになる可能性ある。全然乗ってる可能性あるね。まだ積分サークルになる可能性ある。ワガサルエルチャンネルとかになる。我々は何としてもちょっと生き残らないといけない。そうだね。まあ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 、でもほんま何が起こるか分からんから、マジもうやらせなしとかで、やらせなしでもうありのままに行こう。皆さん、はい、全員で生き残れることを願っております。というわけで、修学旅行楽しむぞー。メイクが出せよねー。トリップはトリーター。メイクが出せよねー。メイクが出せよねー。ちょっとマジで勉強しようかな。え、ちょ、私も。おい、それでも、え、アホなんですか。でもそう、本物の賢い奴らはそういうのなしでもいけるけどな。でもまあ日々やっぱ勉強なんで。おお、いいこと言うね。まあね、無知の知を知るというのが大事。でもサレル君はあれやから、人権福祉作文の無知の知を知るっていう。カサク取ってるから。いや、もう悪かったけど。何出るんやろ。五が黒。五も黒か。五も黒。強盗、オセロ黒でしょ。俺、イメージ。あ、そう、白が強いって。サレルの検索履歴、クイズ中学生向けって。お前ダサいぞ、お前ダサいぞ。ダサいっすよね、ちょっと。中学生のクイズ逆に分からない。じゃあみんなで一旦クイズ出し合いますよ。でもサルエル一旦ちょっと出してよ。じゃあいきますよ。一旦ちょっと出してよ。中学生向けのクイズですよ、これ。トイレットペーパーが三角に折られているのを何と言うでしょうか。1、あの、三択です、三択。1、ファイヤーホールド。2、ファイヤーペーパー。ほいよ。3、トライアングルファイヤー。この三択です。ちょ、なんか中二みたいな。ファイヤー入るんや。ファイヤーって何。正解は1番、ファイヤー。脱落や。何のファイヤーなんですか。でもなんか、聖徳太子が制定したとされる簡易制度は。懐かしいな。あ、それは分かるや。それは。いや、一番上は大徳。紫色のやつ。広丸さん、やばくない。
あれ、フェルマルさんやばい。ただ承認かな、確か言っちゃいましたが。はい、十二人へ。あ、やばやばいやばいっすよ。十二人ってお前着るものやないかい。単位十二回正解。平安時代のね。いや十二人ってやつマジで。俺とフィロマルは一緒に死んでる。フィロマルさんに負けたくない。フィロマルさんマジで欲しい。エキサゴンで一番後ろのやつだ。後田マイポジション。十二人って天才やな。今のに対して、今のに対して十二人って答え天才。これでもエキサゴン的には完璧っすよね。ちゃんと12は分かってたんやな。今回確か総務課のみさみささん情報によると、総務課結構活動しとんの。1位の人は叙々苑汚職事件が手に入るという。なるほど。明石海峡だぜ。死ぬこと誰やった。明石海峡で有名な海産物。明石焼き。明石焼きやな。つまりタコでしょ。タコが有名なアフリカの国はっていう問題もあるけど、モーリタニア。あのあれ、ヌアクショット。ヌアクショット。ヌアクショット。それお前ヌアクイレブンとかじゃん。違う、モーリタニアの首都。あ、そうだよ。えヌアクショット。ヌアクショットっていうあれ。聞いたことあります。ホテル初めて淡路島入るわ。うわーわー。マジでそんなやついんの世の中に。淡路島着きました。めっちゃおめっきり。え、すごいこれ。かわいい。お魚共和国だって。そう、ちょっとあの警備員に問題出そうぜ。お、何出します、何出します。で、答えれんかったら帰らせる。答えれんかったら帰らせる。答えれんかったら時給ゼロ。北京大橋の長さは、あ、さっき見たぞ、1950m ぐらい。おー、さっき見た。万が一のために一応ギネス記録やから。ギネス記録。はい、ではひとまずここはね着きましたが、淡路島に関する問題と十二時に関する問題がね両方出されます。2つ2つです。2つ関東2つです。やばい。マジでやばい。やばい。やば。玉ねぎ玉ねぎ玉ねぎ。はい、ということでじゃあまず十二時に関する問題からいこうと思います。はい、問題。英語で十二を表すウェルブのスペルを正しく書け。当たった。すごいこれ。淡路島に関する方の問題も一緒に出します。あ、これじゃあ2つ書かなかった。2つ書いてください。問題です。淡路市の市章ですね。市章、市の紋章、こういう紋章があります。はい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 、はいはいはい、こちら紋章の A というのは淡路のアルファベットの頭文字の A と、もう一つは何をイメージしているでしょう。2択です。1、山。2、明石海峡大橋。あれそれ。まあまあさすがにいいでしょ。ちょっと待って、怖それ何。え、どういうこと。怖いよ。はい、皆さん書けましたか。はい、一斉に回答お願いします。一斉ので、はい、スベルブに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 。いやいやいや、スベルブに。今私の回答見てめっちゃ安心した。全員正解でーす。やべえ。はい、ということでね、十二時の脱落者はいませんでした。はい、大変当たってしまった。ありがとうございます。お腹すいたもん。よし、じゃあなんか食うかな。ちょっとマジで食べよう。俺食べなすぎた。待って、でもさ、マジでほんまに人多いんやけど。これ何？缶詰や。これ何？それ何？これいいな。缶詰。おお。ここで缶詰。アヒージョ。でも、うまそう、うまそう。普通に書いてある。え、フグの白子のアヒージョ、うまそう。何頼んだ？うなぎ。美味しそう。いただきます。お、何買ったの？これはタイの卵かけご飯です。おいしそう。おいしそう。僕がアナゴ10。私はサワラ丼です。俺もう一個食べたい。じゃあおいしそう。もう一個食べたい。お腹すいてる。お腹満たされへんかった。おいしい。みんなでもそんなんよりも量が足りへん。買ってきたら買ってきたら。やば、この様子めっちゃ不審者。ちょっとさ、それ見てほしいんやけどさ、あそこに一人で食べてる人いる。めっちゃ寂しいな、なんか仲悪いんかな。あれ。ほんまや。焼きそば屋の前。めっちゃ寂しく食べてるじゃん。いや、どこにいんの。玉ねぎめっちゃうまそう。あ、やっと友達できた。お前なんか学卒みたいな。お友達増えた。やっと友達できた。友達できた。お、食べ終わってる。ささ、うん、クリームが食べたいです。うわ、私も食べたい。お茶で稼いでるやん。はい、ではね、現在13時12分ということで、13時のクイズ行ってきようと思います。
お願いします。もうせっかく今いい感じなのに、もしかしたらね、これが最後の食事になる人もいるかもしれません。なるほど。13時の問題です、はい、最後の晩餐では13番目に座ったとされる銀貨30枚でイエス・キリストを売り裏切り者の代名詞として西洋ではよく知られている人物は誰？はい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 。あれやおっと、もう一回あれ、あ、自信はない、ちょっと聞こえへんかった。おっと、おっと、いやでもこれムズだったの、急に急にムズだったよ。されるされる、大丈夫。ちょっと今事故、事故ですよ。事故、事故ですか、これは。約3名ぐらい、ちょっと聞こえてなかった。喋る僕もちょっと焦ってます。あら、この辺にいるんですよ。俺もそれ、いやなんか、いやお前何やりだろうっていう言い方とかでも、まあまあそうやな。あれ、おい待って、やって俺やだよ、一人旅、一人旅やで。マジ早くない？俺分からへん、ほんまに、ほんまに。ちなみに言うと、いや俺分かった、君は。分かった、分かった、分かる、分かる。これどうしたんや、やばい、文字数が2文字です。え、ちょっと待って、普通に来てたらあると思う。ペテルギウス・ロマネ・コンティ。やっちゃうな、ちゃうな、ちゃうな。え、分かった、勝ってるかわからんけど、ベンガンさんが一番やる気だよ、今。いつも負ける気でいるぞ。じゃあ自信がある人から来ますか。はい。あー、ちょっとマジで。どうしようこれ。はい、じゃあ、あなたの回答、褒めてください。正解だ。あー、見せたよ、見せたよ。見えない、見えないよ。見えないようにね。さあ、お前行く。マジで、お前行く。知らんぞ、お前。答えは、こちらね。知らんぞ、お前。正解でーす。正解でーす。正解でーす。まさか。じゃあこれで行くわ、俺。残り鼻でーん。やばい。ピロ。じゃあこれで行くわ。やばいよ、これ。いや、これ合ってない。いや、お前ほんま死ぬぞ、それ。じゃあこれで、あー。やっぱ、ちょっとね、年長者が、年長者が終わってますね。いや、エグい。え、ちょっともう。まあいいよ、これで。はい、じゃあ、レンガーさんの回答、どうぞ。正解でーす。あれすぎ、あれも個性がありますよ、この絵。何これ。いやでもこれなんや、やっぱり。やばい、言ったことある。じゃあイントネーション言おうぞ。イントネーションやな。いっせーので、うん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 、やばい、これさあ、ほんまに脱落してしまうのか。パトラッシュ、じゃあもう行くしかないじゃないですか。思いついたんですか。でも一個なんか作戦があってで行きましょう。じゃあ2人一気に落ちるのはね、ちょっと忍びないんで。そうですね、一気に2人ボーンって何回でも出していいんで、バーンってやって、うん、正解した時点でそっちは合格、正解の方が淡路島に置いてきぼりという感じになります。2人で仲良く出してみましょう。じゃあいくよ。はい、一斉ので、ひどひろまるさん正解。はい、ほんまにどこです。マジで、はい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 、え、マジ動画的に大丈夫か。あれ、チャンネルじゃ消えた。あいつのメンタルケア誰かしなあかんで。あいつのメンタルケア神しててよかった。こんな暑い時期にみんなと一緒に旅できてよかった。裏切り者のユダ。それはそらそう。知ってました、逆に。聞いたことありましたよね。それは確かに、確かにやった感じ。はい、いやほんまありがとう、みんな。マジで使ったわ、でも。ここまで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。やばいな。まああの世で待っとるわ、お前ら。かわいそう、花尾さん。うわぁ、花尾さん、お疲れ様です。思ってなかったよ、残酷な芸名だ、マジで残酷よ。でも、ほんまにいなくなるっていうことが明らかになりました。まあね、ちょっとリアルなんで、ね、今回やらせなしなんで、やらせなしなんで。はい、ということで、はい、ということで、はい、なんか一人減りました。なんかすきましたね。一人減りました。減りましたね。すいたな。今から姫路セントラルパークにね。え、マジ姫線、姫線に向かいます。ちょっとボツになった姫路の問題出す。
ますよ。これちょっとね、ちょっとおもろかったのに、姫路城のお城がある姫路市本町68番地はある場所に次いで、日本で一番広い住所と言われています。さて、そのある場所とは次のうちどれでしょう。1番皇居、2番姫路セントラルパーク、3番大阪大学。え、ガチで分からん。さすがにじゃん。え、これ分からん。ああ、俺分からん。なるほどね、よかったかもな。しかもだって大阪大学って間近で、やばい。皇居が一番広い住所、結構なんか地名やと思ったけど、そんなことはないか。まあ、地名、地名っちゃ地名、地名じゃ地名やけど、地名じゃないっちゃ地名じゃないって。そう、全然地名じゃないで、俺の中で。あんこやな。よっしゃ、やるぞ。今の顔、ちょっと待って。次の問題をどうぞ。拡大してほしいわ。まあ、2時の問題、1点いいんじゃないですか。いますか。はい、じゃあ、これ、天川さん口頭で。はい。え、2時の問題間違えたらどこにおります。ここで。あ、だから普通にもたるみで下ろしちゃったんじゃないですか。たるみで落としとったらいいじゃないですか、たるみで。今現在28分なんですよ。14時の問題。都道府県高度では14番目である。総人口は日本2位、政令指定都市数、通勤時間、 J リーグのチーム数、シューマイの消費量が日本1位であり、ランドマークタワーなどの建造物がある都道府県はどこ。もう一回、はい、あ、そうなんや。え、ほんまに。まず田賀さん、回答をお願いします。神奈川県。なるほどなるほど。神奈川県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 。全然。まだまあこんぐらいの問題が続くんでね。はい、来ました、標準時です。イエイ。おー、すげー。合計135です。標準しません。初めて見た。イエイ、俺も初めて撮った。はい、ということでセントラルパーク姫路、間違えた、姫路セントラルパーク近づいてきました。イエイ。イエイ。今回ちょっと止まってね、そこでもうちょっと止まったぐらい、あの降ろされる人が一人最悪すぎる、いるかもしれない。もしかしたらいるかもしれない。タワルパークの前で、タワルパークの前で、中ではなく、まあ中はちょっとあの死ぬかもしれないから。あー怖い。はい、ということで姫路セントラルパーク着いたんですけど、今3時なんで3時の問題と。はい。と姫路セントラルパークの問題もございます。なるほど。そうですね。いきます。はい、まず15に関する問題です。はい。その定員は15人である。別名憲法の番人と呼ばれる日本における司法の最高機関は何。じゃあ姫路セントラルパークの問題です。はいはい、怖いわ。はい、この姫路セントラルパークは関西特有の独特のキャッチコピーで有名ですが、それは次のうちどれでしょう。はいはいはい。1. 日本一面積の大きいサファリパーク。 2. 日本一心の距離の遠いサファリパーク。それはダメだよ。ええ、もう一回行きましょうか。それはダメだよ。それは、え、ちょっと待って、関西特有の、関西特有の独特のキャッチコピーなんやな。はいはい、そうだよ。え、ちょっと待って、めっちゃ嫌やなこれ。俺わからん。待って、その振り何。それはその振り、いやマジで、その関西特有の独特なね。これどっちだ。すぐ信じるわ俺。まあでもそろそろもう脱落とかもありやから。そうそうそう、行きましょう行きましょう。はい、皆さん書けましたか。はい。俺が一番緊張してるから違う。確かに俺が一番緊張してる。はいはいはい。はい、回答、デンガーさん、オープン。はい、最高裁判所1。はい、最高裁判所2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 。ということで、今回の脱落者はデンガーさんです。デンガーさんです。デンガーさんです。ああ、ただ面が終わった。お疲れ、失敗だ。やばい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 。怖い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 。いいか。一回、もう一回やりません。いやー、まあでも終わってしまったな。え、そういうことが分からなかったわ。まあ、これ一応解説いたしますと、このね、姫路セントラルパークというのは、実際は京都とか大阪から50分とか1時間ぐらい来れるんですけど、アンケートを取ると体感で、ね、3時間というアンケート結果を得られ、そういうところからこのキャッチコピーを生まれ、まあ、ネットラックをね、そういうことか、こういう自虐を分からなかったわ、それ知られてるという感じでございます。え、どうすればいいの。本当になんか学生だけの旅行しかも俺どこ行けばいいか知らんよ。いった電話しましょう。そう、出た。もしもし、こちらですね、ここで降りなきゃいけない人が出てきちゃいまして。あ、じゃあちょっと、じゃあこの子を降ろしてまっといて。その子は、わかりました。わかりました。じゃあその子拾うとき動画だけ撮っといてください。レンガーさん、どうされたんですか。レンガーさん、もう YouTube やめるよ。
天狗さん。またなんかね、なんかの表紙に変えるチャンスをいただけたら帰ってくるわ。はい、はい、会いましょう。天狗さん、おかしいって。えぐいって。俺えぐい、この先。はい、ということでサファリパーク行ってきたいと思います。学生旅行始まったぞ。はい、楽しもうぜ。楽しもう楽しもう。